場に2本出して、で他の岩の建造物をこう立てていきます。これ3つなんですけど、4つ目は立たないです。場に1個に建造物出せるのは3つまでなんですね。ただ例外があって、主人公の幻想爆発、これには見ての通りこう乗ります。なので1、2、3、4、5、6、7つ、7つがマックスになりますね。これが共鳴してるやつ全部一個一個乗るんで、将来的にこの共鳴ダメージ2000とかになったら、これもうどれぐらい乗るかっていう話になってきますね。こういう形でここら辺にいるやつはどれぐらいのダメージが乗るかっていうちょっと話になって、まあ、以上がこれ幻想共鳴になりますね。はい、じゃあ玉章シールド出していきたいと思います。玉章シールド展開。はい、でこれが玉章シールドっていうのなんですけど、なんか変な縦のシールド、だいたいシールドって丸いんですけど、これが筒型のものになって、これが縦になってます。でこれって普通のシールド扱いで名前が違うだけなんですね。なので普通に逆飛びであったりとか岩共鳴のダメージアップとかが通用するんで、まあ岩キャラ2つでこう使うのも結構いいと思います。勝利さんの方を張って負荷をかけていく。で勝利は自分では取れないんで、例えば行幸とかで回収、あるいは主人公で当てて回収、こういう形で回収すると勝利さん の, 幻想のチャージがこう12秒で回るようなシステムを保持することができます。まあ、行幸さんの二突の効果でやって、これ爆発させて、またこれで張ってっていうようなやり方とかでもありだと思います。こうこれを張って元素をこう吸いますよね。同元素です、岩同元素なんで、でこうなります。でこれで溜まってます。勝利ももうこれぐらい溜まってます。でついでなんでシールド割ってきますね、この効果で、長押しの効果で。なのでこうやって行幸とか主人公キャラでスキルを回していくのが結構優秀です。こうやってこうやってで吸って吸って、でもうほぼ溜まってる状態でも使えます。12秒で使えます。12秒使っていきますね。で威力も結構高めのやつ。はい、で今見てもらった動画で大体まあ、勝利の使い方っての分かったと思うんですけども、一応この通常攻撃とかを使って戦うっていう手も、まあ、破天の槍とか攻撃力上がりますんで、かなり面白いような内容だと思うんですけども、やっぱ自分で元素を貯めていくっていうのが非常に重要なことで、それがまあできにくいってことなんで、やっぱり仲間の力を使ったりとか、まあ、仲間に対してのそのバフであったりをかけていくキャラクターになってくるのかなと思います。なので僕は今回使っていくのはこちらの天狗の槍ですね。まあ槍武器自体が少ないんで、チャージ効率を上げないとちょっと難しいってところで天狗になったんですけども、なければセフィロスのやつで会心攻撃が会心の時なんで、普通に岩とか岩共鳴とかの会心とかでも入ります。なのでこっちのセフィロスの調装でもいいしみたいな感じではあります。はい、で異物なんですけども、まあ、12秒で元素をね爆発回す行幸さんとかと組み合わせたり、主人公と組み合わせてやるって感じなんで、元素爆発のダメージを上げていくっていうスタイルが結構優秀なのかなと思います。一発例えば5万のやつがね20% 上がったらもうどれだけ伸びるかっていう話になってくるんで、吸気族で、あとは悠久の岩ダメージ 15%、 これを乗せることによって岩共鳴の威力も上がるしみたいなことができます。
で凝固のカーテンと組み合わせればそこをくぐればまたね岩ダメージが上がりますし、でシールドが付与された状態で、岩共鳴2でダメージも上がるんで、まあそういう組み合わせで元素回していくのがかなり優秀なのかなと思います。で命の星座に関しましては、この1凸で、まあ、2本出せれば岩共鳴が将来的に1本2000ダメージ与えますんで、継続の、頻度が増えるんで面白いのかなと思います。2凸に関して言うと元素爆発で玉章シールドが付与されますんで、シールドを付与する機会がスキルと爆発両方なりますんで、これは2凸は2凸で面白いと思います。3凸は地震の効果が上がります。これはこちらの元素スキルの方ですね。で元素爆発の石化の範囲、攻撃力と石化の範囲が上がります。で石化の時間が2秒延長、石化は基本的には3秒なんですけども、こちらのテンポを上げることによって石化時間が1によって 0.5 秒上がりますので、最大でレベル15までだと仮定したら、まあ、4.5秒、それプラスさっきの2秒点星座の2秒で、6.5秒ですね、 6.5 秒の石化が行われると、クールタイム12秒に対して 6.5 秒の石化時間という形になっています。元素エネルギーのボリュームは少ないんですけども、自分で貯めることはできないんで仲間を使いましょう。で5凸が元素爆発の威力爆上がり、これ1個で 40% ぐらい上がりますんでね。でこちらの、玉章シールドがダメージを受けたらそのダメージ量の 40% 分の HP を回復。もちろんこれね HP 依存なんですけども、これ相手の攻撃力が低ければそもそも上がらないのと、こちら 8% 使ってるキャラクターですね、例えば別のキャラクターにしてたら別のキャラクターが HP が上限が2万だとしたらそれに対しての 8% なんで1600っていう形になりますので、まあそんなにね HP が高くても回復はしないだろうっていう前提です。なのでビルド内容としては HP は2万5000ぐらいまでに振っていいんじゃないかなと思いますが、例えば3万とか4万まで5万まで振るとテンプの贅沢なこの直線っていうんですかね、こちらがHP 上限の33% 分を上限として上がると。なので HP ガンブリも面白いんですけども、 HP ガンブリにするとそもそも勝利の持ち味であるこの地震の柱の継続ダメージっていうのが下がってしまうし、まあ元素爆発しか上がらないと。それプラス元素エネルギーのチャージ効率も捨ててしまうっていう内容になってしまうんで、まあであれば攻撃力を上げながら、まあ、チャージ効率も狙っていくっていう感じにした方がいいと思います。なぜならこの6凸の効果は勝利自身の HP の上限は上げたところで敵の攻撃力が高くなければあんまり意味がないっていうところになってきます。っていう形になるので僕はこういうビルドでやりましたね。でこれで将来的に岩元素共鳴が2000以上、あれだけの共鳴をかけて2000以上でプラスして元素爆発は石化 6.5 秒プラス、一発の威力が、まあ、5万6万7万とかいうのを12秒で回せる範囲攻撃みたいなところが結構面白いのかなと思います。もちろん単体火力とかで言えばそのタルタリアとかモナとか他のクレイとかのね蒸発とか、ね、カフカとかいっぱい与えれるようなやつの方が威力は一発の威力上がるんですけども、これはあくまで石化をさせていくとか回復効果のあるシールドも付与させるとかそういった総合的に見てこの高回転が合ってくるんじゃないかなっていうビルドの紹介と、あとはスキルとか の細かい使い方ですね。まだまだわからないことがいっぱいあると思います。要するに岩建造物の数であったりとかその長押しで岩をね鉱石を壊せるとかとかそこまで検証しきれてない方もね多分まだいる可能性がありますんで、こういった形で動画で補足説明させていただきました。はい、
でまたこういう形でビルド紹介とか、まあ、立ち回りのできる編成紹介とかしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価していただけると非常に嬉しいです。生放送やってますので、ぜひ遊び来てコメントください。よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。